おはようございます。はい、どうも。はい、まあ、今回ちょっと抗体キット、まあ、ゆたくんの知り合いから買って、うん、で、その抗体キットの動画を撮ろうっていうので、社長に先週も話してるんですよ、僕。うん、で、まあ、今日ちょうど、ゆた、止められんかったら、じゃあ逆にもう二人で社長ボコボコにしましょう。あ、いいね。そっちの方が面白いかった。そう、そっちの方が好きっすよね、どっちかって言ったら。で、もう社長ボコボコにして、もう最後エンディング撮って終わりでいいじゃないですか。なんでそのチートりゃいいしな。わざわざこの針刺してチートらんでも、その、殴ったチートってね。ぶん殴ったチート取って。はい、お疲れっす。お疲れっす。今日、はい、コロナウイルスの抗体検査キット、はい、っていうのを、まあ、豊が入れてくれて、はい、知り合いなんかやつなの。そうそう、こういうの。そうで、まあ、1個2800円、700円だけど、うん、800円で俺は買ってあげた、はい、どういうこと。何で100円抜いとる。いや、抜いとるっていうか、だからそのわざわざ仕入れてくれたから、うん、まあ、100円ぐらい利益にしたらっていうことで、100円しか上げる。でも2700円で売ってんだろ、それさ。売ってんだろ、ね、買ったんだよ、ね、いや、それで買ったんだよ。あ、そいつは仕入れが。そう、あ、そういうことね。1700円なんですね。僕らも知り合いに、まあ、もう最近ですけど、うん、まあ、なんか流行ってるじゃないですか、この抗体キット、うん、2500円ぐらいで買ったとか言ってたから買えるわけね。2500円、買えるわけ。いや、分からん、お前抜いとるやろ。抜いとるやろ、マジで抜いとる。だって、13、まあ、ちなみに13個っていうのは、まあ、20個か30個か何個でもいいよって言ったんだけど、まあ、たまたまこの日しか今在庫がないっていうんで、まあ、こんだけ入れて、で今なんか売りたいもの動画やってるわけじゃないね。だってこれちょっと視聴者さんには売れないけど欲しいって言われても、まあ、入れるよ、財布は入れれるけど、まあ、ちょっと、まあ、そのまましてまあ、多分そこまでやってないけど、うん、まあ、俺も紹介するから、会社に連絡くれたらね。そっちでは利益取るかもしれない、うん、そっちでは利益取るかもしれない。でも2000円じゃないですか。いやいや、違う、2700円。まあいいや、2700円でいいじゃん。2800円、2800円でしょ。まあ、いくらがいいの。800円でしょ。2800円。さっき久々にこのズボン履いたら7万円ポコッと入ってた。ちょっと好感度上げるから、ね、ちょっと苦しいです最近。あれね、ほんと斜めじゃん、カメラ。まっすぐ。まあ、ぶっちゃけ両親も来てくれてたもんな。そうそうそう。あれ、両親も来た。両親師匠ね、はい、これ知り合いの店がね、まあ、これ、まあ、社名とか出ちゃうからね。女の子かな。まあ、女の子だもん、ジャケットしてね。女の子じゃない。何これ、指に鼻くそみたいなこと。これ奇跡の話だって結構元から指で隠すことあるから、なんかついてるしと思って、結構デカめのうんちがついてるんだけど、奇跡やばくね、鼻くそ、鼻くそみたいな話、奇跡の鼻くそみたいな話じゃない、これぼやけたのおかしいでしょ、まさかの指についてるんだよ。で、まあまあ入れてくれたんだ、うん、で、まあとりあえず13個入れてきたんで、今からじゃあ検査をしようってことで、うん、ね、これ抗体検査でもあるから、1回になった人とか、もう抗体がある人、隠れコロナももう分かるんですね。まあ、まあ、ネットとかで買えばいいと思うんだけど、マイクラが知らんけど、まあ、2500円、僕なんか試合2500円ぐらい買ったって。そんなわけねえだろ。いや、マジすましてたもんですよ、ほんとに。いや、でも多分分からず、メーカーが違うかもしれないかもしれないですよ。そう、はい、分かんないですけど。では、今日はまあ一つ一つやっていこうかってことな。そうで、俺の、うん、これ実質の知り合いの知り合いが、うん、コロナウイルスになってたんだけど、うん、その人にやってもらって、あと俺もやったのよ、うん、俺は陰性だった、うん、でその人陰性だで、まあ、なってないそうだった、はい、でその人、その以前になった子にやってもらったら、すで、うん、に治療、あ、ね、本当に一回なって治っとる子にやらしたらちゃんと出てたから、あ、出よったんだ、出てされた、だからその一応信用が、信用できるんだ一応な。え、でもこれなんかあれじゃないっす、今なんか最近流行りであるじゃないですか、なんか結局なんか陽性が出ないみたいな、あ、そういうこと、あ、偽物みたいなもうある。これは一応医療で認められてもじゃないの。もうだからそういうことでしょ、こちゃんと書いてあるから、うん、商品としてね、うん、ただ結構なんか最近こういうの流行ってますよね、なんか3本出ないようになってんじゃないっすよ。そしたらもう俺がわけわからん利益得とるみたいな。いや、別になんか別にそんなこと言ってないですけど、僕、いやいや、で全然意味わからん。いやいや、もう1本か2本ぐらいしてるやん、お前もちょっと、はい、変な絡みするの動画がやりづらいってんだよ。いやいやお前やりづらいっていうか全然、いやいや、いや僕はなんか思ったこと言っただけですよ。そんなことは別に言わんでいいよ、別に動画回っとんない、動画上で言うことじゃねえだろ。そんな、いや別に動画なんか多分何本でもカットできるっすよ。いや、そういう問題じゃない、俺が別に面白くねえんだよそんなこと言われて。い
面白くないか。ただ、まあ、そういう風なのもありますよねって僕言っとるだけなんで。じゃあ、偽物とかも出回るとおりで気をつけましょうみたいな感じな。そんなもん別に、だって俺はさ、2700円っていう話をして2800円で買っとるんだね。はい、お前がじゃああっちが安かったですよ、こっちが安かったよって、そんな関係ねえだろ。いや、ただ僕もそれをただ2500円で買ったって言ったんで。言うことじゃねえって言っとる。で、そういう情報を伝えとかんとあれじゃないですよ。何があるの全然わかんない。まあいいやいいや、はい、動画やろ。何なのいいや、マジでやれって。じゃあ何なのって。はい。何いや、何もないっすよ。いやいや、全然何も、俺全然面白くなかった。面白くねえだろ、普通に考えたら。いや、そういうのもありますよってことじゃないですか。違う違う、お前、何が、何なのお前って言うと。はい。あ何がすか。じゃあ何がすかじゃねえ。はい。何なのそんなこと言ってどうしたいの俺がもういいや、一回一回、まあいいや、まあそれは分かったもんで。あ、もう何だマジ聞いたの。言えたい。何言えたい。何でくださいよ。てら。何だお前。じゃ何も言ってないじゃないですか。じゃ言ってないとこじゃ面白くねえだろ、そんな。いや、面白くねえな、分かんないです、それは。いや、気分悪いがよ、お前、そんなんとっとんだよ。でも、それを言っとるだけですよ。言っとるだけじゃねえよ。あ、言えたかって、もうまあいいや、後でいいや。何が後でいいの。まあいいや、何がいいの。何がいいの。何がいいの。何がいいやつなんやお前。え、何がいいの。何でも俺に絡むの。まあいいって、もう一回座ろ。ちょっと座ろ。何何何って何何何何だって何何何だ何何って何ちょ、何は何ちょ、もう一回。何でお前俺に絡むの。何面白くねえじゃん、そんな。俺こんな動画撮っとってさ。もういいや、動画撮ってからね。いや、でも僕はだって思ったこと言っとるだけですよ。思ったことじゃねえだろ、お前。なんだお前、思ったこと。そんなことだから言うことじゃねえよ。別に何枚もカットできるじゃないですか。動画っすよ。じゃあ動画とかじゃねえ。俺は別に面白くねえよ。気持ち的に面白くねえだろ、お前、こうやって撮っとったら。てか、何なんだお前。言うたか、言うたか、でも、うるせえって。何だって。うるせえって。何や。何で俺に払うんだよ、さっき。いや、関係ねえじゃん。あ関係ねえよ。関係ねえ動画撮っとるよ。いや、撮っとるじゃん。まずはしろって。もういいや、お前、あと話し合いや。いや、全然よくないって。テラも座れってお前。いや、いや関係ない。いや、もうユダ君と話してるんだよ。あ僕ユダ君と話してるんだよ。どういうこと。ユダ君と話してるんだよ。じゃあ俺は話しとるやんけ。はい、関係ねえじゃん。あ関係ねえじゃん。じゃあもういいって座れって。関係ねえことねえって一緒に。お前関係ねえって。普通に俺ら今なんでお前そんなもん言われかったし。関係ねえじゃん普通に。だって俺らが今揉めとんだ。関係ねえじゃん。いいですよ社長。ちょ、僕とユダ君と話してるやつじゃないですか。ちょ、話しとるやん。俺の前でやっとるやんけ。ちょ、いいじゃないですか。関係ない。俺らが今揉めとる。じゃあもういいやん、もう動画撮っとんだもんね。そういうもんね。よくないっす。面白くないっすよ。知らんねん。いや、知らんのや。俺のおらんとこでやるよ。じゃあどこでやるよ。ここじゃないとこで。知らん。ここでやじゃないとこでやるよ。巻き込んじゃえ。帰ってけよ。巻き込んじゃって。じゃあいい、帰ってけよ。巻き込んでみろ。巻き込んでみろじゃん。関係ないっすよ、お前。どうですか。まず薬指の先端をよくマッサージします。薬指ってどこだ。これ、もうどうせお前さ、そんなさ、なんか企画入れてくけど、はい、どうせ全部カットだよこれ。終わっとるじゃん動画、はい、だけどお前ら映ってねえと思うけどな。いや全然いいから、あそこでやったもん。あ多分大丈夫。どっち左手右手、どっちもいい。引き手じゃんのもいいのかな。どっちもいいしよう。全部刺す。うわ結構痛いじゃん。痛っ違うだ、俺ここに刺しとったもんね。めちゃくちゃ痛いよ、これ刺しとったやつ。もっともっと、そうそう。うわーめっちゃ出た。うわ気持ち悪い。ちょっと待って、変な病気だし。自分でね、ちゃんと自分で。やべ、血を失った。外に出します。ちょっとグーッとしてもらうのに。え、2カ所からね。2カ所から。しかも爪の間という。これで10分待ちます。10分。拭いてた。これ視聴者プレゼント。いいですよね。うわっ。
ヒュー、マジマジマジ、嘘でしょ、嘘で声がちゃんと嘘だね、今の子ちゃんと嘘だね、はい、出ました出ました、はい、陰性陰性です、僕も多分映らないですね、そういうのね、まあまあ、3本で分からんすからね、はい、C、お前3本だったの、ちいや、違う違う違う、お前陰性陰性だぞそれ陰性だぞそれ陽性です陽性です陽性ですまたしょうもない企画持ってきてだけど俺あれ切れてもおかしくねえ、また叩かれそうだよ切れ、じゃあどっちかといえば切れさせて血行良くしたらなんかしないかねと思ったら嘘まあ、残念なときいいね、ぜひまた面白い動画もね、いっぱいやってますんで、あ、いいね、ほんとお願いしますね、はい、まあ結構切れる系の動画は結構みんな伸びてるもん、伸びてますね、じゃあ俺だね、毎日俺来るわ、何を切れさせる、いろんなやつを、まあ、いろんなやつまだ見てねー、まだ見てねー、めっちゃ痛いやな、痛いこの針なんか無理やな、ピッチリしたとかも同じだ、いやでもあれ太がっ、あの深すぎたんじゃないです、なんか跡になってます僕、まあ、結構俺結構そうだね、切ってたね